ボンジョルノ、なっちゃんです。今日も寝起きまあ寝起きにね、寝起きにいっぱい壮麗です。さあ作っていきましょう。ちょっとグラスが濡れちゃった。よいしょ。ペキシナにね、ペキシナ入れシナにこぼして、ではいただきます。今日はあんまりしょっぱくないぞ。髪の毛がまとまれ。さあ今日はね、目覚めたらベランダ塗りしましょう。ベランダ見てないんだけど、状態多分もう乾いてると思うよね。昨日ちょっと半日雨降ってたし、ね、今日はね、9月の5日、日曜日、はい、ということでね、もうそれ何日目なのかも分からへんねんけどもね、今日で、2シーズン目の10何日目やね。13日目、365日、78日、378日目。もうね、1年以上やってきてね、僧侶がね、どう降下してるのかわからないんだけども、すごい体調は良くはなってきて、で、まあ眠いでは変わらへんけど、昨日はね、遅くまで、レース動画撮っとって、もうレース動画がもうそろそろなくなるからね、撮っとかなと思って撮ってんけど、面白い。昨日からポケモン始めて、面白いけど、ずっとね、まあまだ最初の頃やからか分からへんねんけど、ポケモン捕まえて、野生のポケモンとバトルして、捕まえたり倒したり、で、言うてみたら自分の家から隣町の範囲でうろちょろしてるだけ。で、こっから、なんかジム大会、ジムチャレンジかなんかに出んねんけども、いや、電車乗ってどっか行くねんけどね、ぼちぼち、世界観が広がっていくんやろうと思うんだけど、なんか、ストーリーがね、そんなにない感じがして、ストーリーよりもなんかバトルした時間がすごい長くて、これを動画にして、間延びせえへんかなって考えながらね、やってんねんけども。まあね、このポケモンライブでやった方がいいのかなと思って。で、まあ子供と話したら、ポケモン、この子供がポケモンは、ただ単に闇雲にドラクエみたいにモンスターと戦うんちゅうて、数学的な演算がいるよって、どのポケモンとどのポケモンと、どれが強いとか、で、どのポケモンにはどのポケモン、何属性がどう強いかって言って、その属性のどういう技とどういう技が繰り出してきてって、結構演算でなってるから、なるよね。寮の学校の先生がね、ポケモン好きやって、まだだから、若いね、先生、20代の先生だけど、ポケモン世代やね。なんか子供の頃からポケモンがっつりハマっとった先生で、高校、大学出て学校の先生になって、いまだに、ソード、シールド買ってやってる先生ね。で、だから、その数学的演算でやるから、強いらしいね。生徒ともバトルするんだけど、連勝らしいね。だから量がそんなに言うね、数学的演算やから。だから、ただ単に楽しむだけではあかんで、何かが、
さっちゃんはそのネットで誰かとそんなバトルとかじゃなくストーリー進めてるからそこまでいらんじゃん言ったら、いやストーリーでも演算でやったらやっぱ強いし、縁すごいポケモンできるでー言って話して、でもやんねやったら今の DLC ありきやから DLC いらんって、今更 DLC 入れるのもいいしな、子供らも飽きてもうてやってないし DLC ね、ソードあちゃんは今シールドやってね、ソードは量が持ってね、まあ、もう使ってないからええよって言ったけど、でソードとシールドと両方やって両方からすごいポケモン作って、で DLC からもすごいポケモン作って、でそれでバトルしていかなあかんらしいね。でどうもストーリーはソード、ストーリーというかポケモンはソードの方が強いしいいのがある、でも DLC は、シールドの方がいいのがあるとか、いろいろ昨日そんな話しとって、ちょっと昨日ちょっと出かけとったからね。でまあ帰りね、もう帰ったら遅なるしって、でもうはま寿司で食べて帰ろうか言って、出かけたんがね6時前6時なってなかったかな、うん5時、いや6時前やった、出かけて4時だけ済まして、これから戻ってきたからね、で途中ではま寿司食べて帰ってきてんけどもね、だから帰ってきたん9時過ぎやったから、だから昨日ほんまはライブショーも撮ってん、あつ森でもできへんかったよね、だからもう仕方ない人に帰ってて、ちょっとあつ森ね毎日ログインしなあかんから、昨日ちょっとだけやっとって、ちょっとだけね、ほんのちょっとだけねでやっとって、なんだで、その後からあれやってね、レースでシフトやろうもんだからね、なんかエラー出てできへんかってで、グリッドやって、グリッドやっとってね、グリッドもねだいぶね佳境に、来て、トロフィーを3つ取ったから、トロフィーって最後のね最終戦3つ取ったから、あと1つ取ったらグリッドワールド選手権いけるからね、まあだいぶね、まあ、シーズン1はだいぶ進んできた、でシーズン1コンプリートしてからシーズン2行こうかなと思ったりね、途中から行ってもええねんけど悩んでるとかね、ディエルシーンとかねは、ゆっくりとねレースゲームを楽しんでいって、21時台に上げていこうかなと思ってね、で結局昨日何やかんやでそって3時寝たん3時ぐらいやったんかな、3時になってなかったかな、で明日ちょっと早く起きなあかんから、起きる時間を合わせていこうと思って、で今日はねちょっと早く起きよう思って、で3時に寝たから4時間でいいかと思って7時7時にタイマーセットして目覚まして、でからねすぐ起きやんと横になってうとうとってしとって、でまだ目覚めてないねんけども起きてきて、それで今からねちょっと着替えして、でちょっと床をねまずシーラーを塗って、でシーラー塗って1時間ぐらい経ってから、1時間以上経ってから上塗りするんだけどね、まずシーラーから塗っていこうかなと思って、あれねカメラで撮るのお尻しか映らへんねん、前に置いたらトンに行かなあかんでしょ、トンに行こう思ったらシーラーの上やるかなあかんねん、だからカメラを前じゃなく後ろに置いて、で後ろバックバックしながら塗っていかなあかんから、ちょっとねカメラでうまいこと撮れるかな、まあ、頑張って撮ってみるけどね、まあね、みんなにねいろいろ楽しんでもらおうと思ってね、あちゃんの DIY 作業を撮っていこうと思ってんだけど、うまいこといくかな、頑張って撮っていきます、はい、っていうことでね、今日のあちゃんのソーレー動画はね、軽くこんな感じでお話ししてね、で、お着替えしたらコロコロします。はい。ということで、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。またね、バイバイ。ちょっと目覚ましてからね、塗りたいと思います。